東アナトリア地方の一東アナトリア地方はトルコ東部の地方。1941年の最初のトルコの地理学会議で決定された。平均高度がトルコで最も高く広い面積でありながら人口は少ない。東アナトリア地方はトルコのアナトリア半島の東部にある。北に国会地方、西に中央アナトリア地方、地中海地方、南に、 南東アナトリア地方、イラク、東にイラン、ナヒチバン自治共和国、アルメニアと接している。面積は17万1061キロ平方メートルであり、トルコの面積の21%を占めている。東アナトリア地方の県総人口はおよそ610万人。都市人口が低めで、田舎にも多くの人が住んでいる。移住者が多く、 トルコでは最も人口密度が低い地域である。平均高度は2200メートルであり、県内の多くは山地である。地形には、平地、高地、多くの山と大旋回が見られる。今日も作り山運動が行われている。3階には南北に3本走っている。また、ノアの箱船が流れ着いたという火山アララト山は有名。この地方は、海から遠く、 海抜の高い地域であるため、季節は長い冬と短い夏になっている。冬には雪が降り、夏は高知では涼しく、平野部では暑くなる。冬にはトルコ最低の平均気温である摂氏25度に達することもあり、夏の平均気温は摂氏20度になる。例年の気温差はトルコ随一である。地域の一部は小気候を持っており、 ウーディルのアララト山付近では、とても湿った気候になっている。トルコの森林地域の11%を占めており、奈良や松の木で構成される。固有種も多い。この県では、活発に水力発電を行っている。古代はアルメニア王国に支配されていた時期があり、アルメニア人の霊法であるアララト山を含んでいるために、アルメニア人の精神的な故郷である。 現在もこの地域に領土の主張をするアルメニア人もいる。ありがとうございます。